皆さんこんばんは。 If I am の時間です。この番組では被災地の今を伝える情報番組としてユーストリームで配信しております。そしてこの放送でいつも使わせていただいているのは、アイカフェ仙台西口店さんです。ここのアイカフェさんではすいません、久々の MC でちょっと噛んでます、すいません。手頃な価格でドリンク飲み放題、またインターネット使い放題、漫画を読み放題で快適な空間を楽しむことができます。皆さんぜひご利用ください。はい。ですね、あとこの番組ではツイッターで質問等を募集しておりますので、もう意見感想などありましたらどんどんお願いいたします。そして今週の MC を担当させていただきますのは、ちょっと久しぶりにもうだいぶ噛んでしまって申し訳ないのですが、東北学院大学法学部3年の庭田園香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでではゲストトークに移りたいと思います。あ、すいません、今日の流れですね。今日の流れはこんな感じになっております。カメラお願いします。大丈夫ですか？はい、では早速ゲストトークに移りたいと思います。では本日のゲスト、株式会社ジュナミス社長、一般社団法人若月代表の渡辺一馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では軽く自己紹介からお願いいたします。渡辺一馬と申します。これで音が入っているかどうかよく分かってないんですけど、ディナミスの代表と若月という、新しい法人立ち上げまして、それの代表をしております。1978年馬年生まれ、長男なので一馬です。ありがとうございます。よろしくね。失笑。あ、でもここの人たち割とみんな馬年の人多いので。やった。一回り。一回りちょっと違うんですけど。はい。一回りか。ですね。おいくつですか。考えろよ。足せって。33です。すいません。はい、いや、私ちょっと一つ下なんです。あ、なるほど。じゃ、はい、足せるじゃん。だから。そうですね。すいません。こんなにツッコミもお上手な渡辺一馬さんなんですが、3月11日の震災の起きたその時には何をしておりましたか？3月11日のあの日は、ちょうど車で、東二番町通りっていう仙台の街中の一番大きい通りにおりました。で、瞬間映像じゃないや、ラジオのあれが出て、やばいと思ったらもう大きい揺れを、聞いてましたね。あの時はね、見てました、車の中で。そういう車の中でも相当揺れたって先ほど打ち合わせの時におっしゃってましたけど、大丈夫でした？もうシートベルトつけてますか？大丈夫です、はい、大丈夫でした。もうガンガン揺れてましたけど、シートベルトは大丈夫ですね、はい、シートベルトの安全性はすごいということです。だからお笑い番組なだけやめましょうか。それでは、まあ、いろいろな活動を今までの間にそうしてきたと思うんですが、その中で、まあ、特に何をしてきたか、何かこうお伝えしたいことあればお願いいたします。3月11日から、まあ、実質的には3日間4日間ぐらいは僕も避難生活をしていたので、その当時はほとんど何の活動もしていなかったんですが、1週間経たないぐらいからかな、そのデュナミスの会社ということよりは、もう一個仙台宮城 NPO センターという NPO とか市民活動を支える NPO の仕事もしておったので、その立場というか役割から被災地で活動されている NPO とかボランティア団体の広報支援をするっていう仕事を、始めました。なぜそういった広報支援というのをしようと思ったんですか？なんか私自身が、被災地に行ってこう、もちろん人命救助ができるわけでもないし、重機が扱えるわけでもない、瓦礫撤去ができるわけでもないし、何より現場に対してもちろん地元民ではあるけども土地勘が絶対あるわけでもないので、もともと自分たちがやっていたNPO を支えるということを通じて、 NPO の皆さんとかボランティアの皆さんが
うまく仕事ができるようにとか活動ができるようにってことに注力をするべきだろうというふうにその時は思って、ほとんど現場に行くということはせず、裏側でこう人が足りないっていうところに対して人を、人というか学生のボランティアさんを募集をしたりとか、外から来ているいろんな支援の力を活動している地元の NPO さんとか NGO さんにおつなぎをすることであったりとか、あとはNPO 同士が、情報交換をするような場を作ったりとかということを、やっておりました。そういったなんか団体をつなげたり人をつなげたりという活動をしていくというのは、その11日以降、3月11日以降すごく電波とかも通りづらかったし、そういうどうやってこうつなげていったんですか？すごい難しい感じがするんですが。もちろんそうですね、1週間ぐらいは実質的には通信インフラがほとんど復帰してませんでしたから、はい、1対1で、連絡がなんとかつながる方たちとそういうことをしていって、その NPO 同士の皆さんがあったりとかするっていうのは多分2週間かな、2週間前後経ったぐらいの時からそういうことをやり始めたと思っています。ちょっと定かに覚えてない、3月の末よりちょっと前ぐらいからそういうことをしてきたと思いました。そうやってつなげていく中で、そのいろいろ大変なことも、そうやってつながるまで時間もかかって、その3月末になったりとかもあったと思いますが、その中で一番こう充実してるなって思う部分とかありますかね、この活動をやってきた中で。そう、なんか正直充実はすごく難しいんですよね。その目の前の誰かを助けているということではないので、基本的にその被災者と言われる方からありがとうと言われることっていうのはほとんどないですし、あとはその NPO の皆さんは もちろん現場に入っていて一生懸命活動されているので、我々みたいに候補支援っていうことに対して、なんでお前らは現場に来ないのだみたいなことは当時は結構言われたのもありました。でもそれはそうだろうと思って、なんか彼らからすれば安全な場所で、ただ人と情報をね流したりとかしてるだけで、やってるだけでなんかっていうのは、それは僕非常によくわかるんですけども、全員が全員現場に出てしまったら、僕らすごくその時やんなきゃいけないなと思った、活動とかが重なってるのは僕はいいと思ったんですけど、活動がどこでも行う、誰もやってない場所とか、手が届いてない場所っていうのを誰かがケアをしなくちゃいけない、でそういうのを見つけてあっちやってくださいとか、あっちもお願いしますっていうことを誰かがしないとまずいだろうと思ってたので、僕らはそれをしていたし、だからなんか直接的にありがとうとは言われなかったけど、あんまりでもそういうことをするのが後方支援だろうというふうに決めてやってました。ありがとうございます。そうやってつなげていくことって本当に難しいことだと思うんですが、これからも今も続けているんですよね。今も活動の頻度は下がりましたけど、はい、続いていて、6月ぐらいまでかな、はその人とか物とか情報をつなぐっていうコーディネーター的な人間がないとなかなか回らなかったので、そこをかなりの時間使ってやっておりましたが、6月ぐらいからだんだんそういう活動がいらなくなってきて、今はやり方を変えてですね、各エリアごとの、そういうなんか勉強会とか情報交換会っていうのを各エリアでやっていただくような場の設定であったりとか、もしくはそのテーマごとに仮設住宅を支援されている方とか、子ども向けのことをおやりになっている方っていうテーマごとの分科会みたいなものを作るという活動とか、そういう場を作っていくっていうふうにだんだん変わってきています。確かに大事ですよね。そうやって何かこういろいろこう部門で分かれていって、その、自分はボランティアやりたいとか思った時に何やればいいか分かんないっていうものもあるだろうし、自分にはこういうの向いてるんだけどそういうのがあるのかなとかやっぱり考えるとかあるので、そうやっていっぱい種類があったりして、その中で自分から選べるっていう、そういう仕組みはとても大事だと思います。特に若い皆さんというか、学生だけに限らずけど、一般の方もどこで誰がどんなことをされてるかっていうことをほとんど分からないと思うんですよね。で、
我々そうやって広報支援をしているからこそ、あの活動であればあの辺の人がやってるよとか、あのエリアはあの人たちがやってるってことを、まあ、他の人よりは知っているので、うん、何かされたいっていう方のお話を聞いた時に、じゃああそこに行かれたらどうですかとか、その活動はこの団体がしてますから一緒にやったらいかがですかっていうこととかはできるのかなと思いますね。そうですよね。本当にもう震災起きてからもうそういうのがもうぐちゃぐちゃだったから、もう自分も何かしたいって思ったけれども、どうすればいいかわからないし、今何がどういうことになってるのかもう全くわからないし、誰に聞けばいいのかもわからないし、まあ、自分は今この場でこういう情報発信ということで、まあ、支援していこうというふうになりましたけど、やっぱり迷ってる方だったり、どうしよう、何ができるんだろうって思ってる方もすごいいっぱいいると思うので、そういった方々にそういう機会を与えたりしているその勉強会だったりっていうのはすごくいいなと思います。はい、いや、はい、てか私も行きたいです。来てください、はい、どうぞ、はい、なんか直近でそういうのはあったりしますか？この前9月11日の日にそういう勉強会をして、50人弱ぐらい の、はい、あの若い方にお越しをいただいたってこともしましたし、次も多分10月ぐらいには、はい、そういった場をまた作りますし、今も毎週2回かな、あのボランティアをやりたいと思っている方々向けの説明会および研修会みたいなことをちっちゃくは毎週2回やっておりますので、うん、そういうところになんか迷っていらっしゃるような、うん、あの学生さんとか若い方であればお越しをいただければなとも思います。その時のアクセスの方法はホームページで、そうですね、はい、若つくっていう風な形で検索をしていただくと、はい、うちのホームページ出てくると思うので、そこに説明会の日程とか勉強会の日程とか出てまいりますし、もしくは私の多分ツイッターか何かフォローしていただくと、そういうこと決まれば、うん、いついつやりますとかっていう風なのが出てまいりますので、うん、ありがとうございます。今言っていた活動はそのデュナミスではなく若つくの方ですよね、はいはい、その若つくを作ろう、そうですよね、はい、説明措置してないですね。そうですね、すいません。いえ、もともとだから自分が大学生の頃から作った会社がディナミスっていう会社で、はい、人づくりを通して街づくりっていうことを仕事にする会社だったんですけど、でその辺の他に、まあ、この震災も起きて、よりこう多くの若者に被災地に関わっていただくために、会社がそういうボランティアのマネジメントがコーディネートをするっていうのはちょっと限界があるなと思ったので、まあ、非営利組織としての一般社団法人若つくというのを作らさせていただいて、そっちが今後はボランティアの募集とか研修とか、そういうことを担わさせていただこうかなと思って、7月に立ち上げて、今少しずつ活動が始まっているところです。なぜそのディナミスだけでなくその若つくを作ろうと思ったんですか？非常に生々しい話をすると、やっぱり株式会社という法人体制で、ボランティアのことをやっているっていうのがなかなかご理解いただけないと、うん、金儲けしてる会社がなんでボランティアのコーディネートしてるのって言うと分かんなくて、やったっていいじゃないかと僕なんか思うんですけど、うん、でそこの説明するのがめんどくさいっていうことがあったりとか、うん、あとはもう大学さんであったりとか自治体さんみたいなところに、まさにそのボランティアをコーディネートするために会社がこういうことやってますっていうことよりは、社団法人とか NPO 法人とかっていう非営利団体をやってますって言った方が、そういう大きい組織の中で先に進みやすい、うん、担当者をお分かりになっていただいても、その担当者が上司に説明するときになんで会社、うん、みたいな話になっちゃうので、うん、まあ、そういうことも含めて分けました、うん、ありがとうございます。ではその若つくの方では、そのよりボランティアやる人向けの活動っていうものをされていくんですか？そうですね、はい、実際ボランティアに限らなくて、はい、若つくというのは、もともと私がやりたいと思っていたこの仙台とか東北っていう町が社会を変えられる人間が生まれる町にしたいというふうに思っていて、そういうことをそういう町にするための仕掛けをディナミスで作ろうと思ったんですね、10年ぐらいかけて、うん、でただまあこういう震災も起きて10年なんかかけてらんないと、1年2年でそこまで行って、うん、多くの若者がその被災地をどうにかするとか、そこからもっと大きい社会を変えたいとかって思っていただこうと思っていたので、若つくっていうのを立ち上げて、もうそこを
スパッと走ってしまうと。なので別にボランティアだけじゃなくて、うんうん、被災地で頑張っている企業さんに学生がインターンに行ったりとか、うんうん、もしくは若い人が自分で新しい事業を立ち上げるっていうこととかも支援をしていきたいなと思っています。今現在やっていることが自身自体はボランティアに今は向いているけれども、今後としてはボランティア以外の方対象ってことですね、うん、もうボランティア以外も含めですね、はい、はい、今後やっていきたいこととしてはこのボランティア以外の人たちも含めてこう巻き込んでさらにこう仙台という街を活性化させるという感じですか、ね、そうですね、その実際にことが起きているところで、はい、若い力が必要になるところっていうのはいっぱいあるので、うん、そこに若い人が生きやすくするっていうのが僕らの仕事だと思っていて、そういうところで経験を積んで若い人が変わっていくこととか、どうしても人手が足りないとか若いアイデアが足りないっていうところに若い人が入っていくっていうことを通して、まあ、全体として仙台とか東北っていうところが元気になっていったらいいなと思いますし、まあ、もうちょっと大きく言うとその失敗を恐れないとか失敗したっていいじゃないかとかチャレンジすることがいいよねって言われるような文化に改めてこの街が変わるといいなというふうに思っていて、なんか震災起きたから縮こまって生きていこうぜっていうのはちょっと情けねえなと思うし、なんか弾け飛んでいこうぜってみたいなと結構出てるんだけど、それをもっと加速するのが僕らの仕事かなと思ってます。そうですよね、震災があったからっていうのを逆にチャンスと捉えてこうもっとなんかリニューアルオープンしましたみたいなお店いっぱいあるじゃないですか。ありますね。今回の震災を機にみたいな、私の家の近くも今までなんか設備がちょっと少なかったちょっと漫画喫茶とかあったんですけど、なんかどんどん増えてなんかダーツとかもできちゃってリニューアルオープンして震災を機になんかすごいことになったぞみたいな、本当にそんな感じでその津波の被害に遭った地域とかもリニューアルしてさらにこう一層こうなんだろう、もうパワフルになってこう、はい、なってもうそうですね、なんて言えばいいんですかね、まあ、でも、はい、同じことのために戻ることは戻してもしょうがないから、はい、そうですよね、もう流されてしまったもの壊れてしまったものは正直仕方がないと思っていて、この際だからあの時変えようと思ったけどなかなか変えられなかったっていうことを、うん、変えちゃえばいいと思うし作り直していいと思うし、2011年から例えば2013年ぐらいまではうわー大変って思われたとこかもしれないけど、2015年とか2020年になったらすげえイケてるとこになってるねっていう風になってったらいいなと僕は思うから、やっぱそれを担うのは人だと思うんですよ。なんかその人っていうのがこうここに集まってこれるようになるといいなと思ってました。ありがとうございます。ではちょっと時間も短くなってきたので最後に一言いただいてもいいですか。どんな一言を言いましょうね。もう何でも何でもって言われるフリートークみたいな、ね、はい、なんか多分質問とかがそろそろあってもいいのではないかというふうにツイッター系かなんかでないのであれば好き勝手に話しますが、多分本来であればこの If I Am って学生が学生の話聞くみたいなところにこうやっておっさん来てるからちょっとこう、いつもの雰囲気違うなって感じだと思うんですけど、なんか質問がない、じゃあ先のこと喋ってよい。あ、よかった、1分前です。やばい、自由になってきましたよ僕。ですね、ちょっと先のお知らせとして11月3日に、イベントを1個やろうかなと思っていまして、アショカっていうですね社会起業家を応援をする財団さんとともにですね、12歳から20歳まで の社会を変えたいなと思っている若者たちを支援をするっていうことを今後5年間かけて、この東北でやっていきたいと思っております。でその5年間のキックオフを11月3日に仙台市内で行おうと思っておりますので、ご興味がある方、まあ、一緒にやりたいと思っている方とか、自分が出たいと思う若者とかぜひ11月3日とだけ覚えておいていただいて、どこでやるかとか時間いつからというのはこれから決めてまいりますので、その日だけ覚えておいていただければ幸いでございます。素朴な疑問なんですが、はい、20歳までだったらちょっと ここにいるメンバー結構もう20歳以上なんですが大丈夫ですか。
残念でした。ダメですか。以上、12歳から20歳までというのがですね、はい、あの全世界共通でございます。全世界共通ですか。はい。あ、残念。20歳以上はより上のレベルのプログラムをぜひ受講いただければ、はい、受講というかその、はい、チャレンジしていただければなと思うので、はい、わかりました。はい、はい、そちらのお知らせの方も、はい、あのツイッターなどなどで、はい、はい、もういつもじゃ拝見します。ありがとうございます。はい、じゃでは20分になりましたので、今回のゲストトークはじゃあ終了となります。では株式会社ドゥイナミス社長、一般社団法人若槻代表の渡辺一馬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。ということでですね、アフタートークなんですが、まだ前半ですね。もう今日は風間さんが来ていただいたということでね、40分ほどお時間ございます。非常に拡大してアフタートークというのをお送りしようと思っております。やったー。やった。じゃあよろしくお願いします、はい、ということでですね、今回から実はマイクが新しくなりまして、はい、こちらね、やった方がいいですか。大事なことですね。大事なこと、大事なこと。で、実は今まではもうずっと僕はこうやってマイクみんなに持ってってたんですけども、うん、これでもう360度どっからでも声が入ると。やったー。っていうことで、すいません、気持ち声張り気味でお願いします。はい、気持ち声張り気味でお願いします、はい、やったいい張り方しましたね。いい声を出せって言ってるということで、まあそうですね、皆さんにもザックバランで別にマイク向けたりしなくてもどんどん発言してもらうっていう形でお願いします。はい、ということで、一応議題がですね、まあ震災から半年経ったと。で、震災から半年経って、で、まあ被災地の学生だとか、まあ、この仙台の学生はどう変わったかと、まあ、そういった、まあ、議題でやっていこうかなと、まあ、変わったというか、まあ今の学生の現状みたいな話をどんどんしていこうかなと思ってるんですけども、まずやっぱりカズマさんに初めにお聞きしたいんですけども、カズマさんとしてはどうですかね、この半年で学生は変わったと思いますか。学生全体として変わったかっていうと、はい、まだそれはまだ僕は見えないなというふうに思っていて、はい、なんていうかな、僕見てるのって一人一人の活躍した人たちはもちろんいるし、はい、キラキラしてる人たちは前よりも増えてるなと思いつつも、はい、じゃあ仙台にいるその何万人という学生のエネルギーの総量が増えたのかって言われると、ぶっちゃけそこまでとは思ってなくて。あ、総量増えてない。なんか、なんていうかな、やってる人たちとやれなかった人たちっていうのが、はい、今度やれなかった人たち、やらなかったとかやれなかった人たちって言った方がいいかなと僕思ってるんだけど、うん、はい、がすごく置いてきぼりになってる感じがしていて、全体の足し算するとあんまり変わってないのかなというふうに思う。なるほどね、うん、やれなかったっていう人たちが、そう、結局、まあ、これから出ていくっていうところも踏み外されちゃってるというか、なんか出ていきづらい空気が、だってあのやれなかった人たちいっぱいいろんな理由があると思って、ご自身も被災をされていたりとか、はい、ご実家がとか誰かがとかってね、はい、他人の役に立つなんていうレベルじゃなくて、うん、ボランティアってそれこそこの前の講習会で僕も受け売りなんだけど、はい、あの他人に対して何かをすることをボランティアって言うんだったら、家族に対してとか自分の実家に対してゴミを拾うとか、そういうことをボランティアって言わないじゃないですか、うん、だからそういうことはしてたと思うんですよ、なんだかんだ で、 そうです、ね、だけどそういうの別に誰かに誇ることでも何でもないので、別に何か外に対して言ってるわけでもないから、なんかあんまり変わってない雰囲気がする。
ね、ださっきはあっちで、あのぜひ仙台ってまあちょっとチャレンジができる場所にしたいなと思っているんだけど、はい、震災なくてもなんかチャレンジしてる人は別な形でチャレンジしてたんちゃうんかなっていうふうには思っている、まだ ね、 なるほどね、就活とかビジネスプランコンテストみたいな感じで、はい、そのチャレンジするっていうそういうエネルギー量で言えば、結局震災があった時と、まあ、なかった時実は変わってないかもしれないという、まだ、いや、なんかすごく劇的に変わったかっていうと、うん、すげえひいき目に言えば変わったかもしれないかなっていうぐらい。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。例えば、中居くんとかどうですか？中居くんは大学1年生です。前回はもう、西洋も服装もステークばっかりで、前回からご覧いただいてるから申し訳ない。変わってない。今日もスーツみたいな感じですけど。そうだよね、僕なんかつけてないぐらい時計とかしてますからね。本当にもう様になってんな。社長が2人います。何が変わったか、そうですか、うん、変わったかでもいいし、まあ、周りの学生の印象でもいい。東北大にいる限りは、うん、やっぱりあんまりボランティアに関心がないのかなっていうふうに感じることはあったんですけども、うん、学院大の方とかに行かれる機会が結構多くあったんですけども、うん、やっぱり東北への愛情がひしひしと伝わってきて、うん、これだけ愛情があるっていうのはやっぱり仙台って町素晴らしいなと思いました。半年弱しか過ごしてないんですけど、そう思いました。社長ありがとうございます。すげえ安定感ある。重役です。重役です。自分が恥ずかしかったって言われて、ねうん、確かにそれはある気がするんだよな。なんというか東北大生って、まあ、ある意味県外出身者が多くて、でそうなるとその仙台愛みたいなのが果たしてその強いのかっていうと、まあ、難しいとか、もちろん強い人もいると思うけど、例えば学院大の、ね、同じ宮守隊でやってらっしゃる三上さんとかはどう思います？そうですね、やっぱり、うん、やっぱ今そのうちの団体 の、 その、まあ、視点から言っちゃうことになるんですけど、うん、やっぱ最初はその学院大の方メインで、うん、みんなうちの団体が集まって、うん、でも時間が経つにつれて、あの中井くんのような東北大の方とか、うん、他の宮城大の方ですとか、他の県外の方からも今、うん、その団体の活動にご参加いただいていて、やっぱ時間が経つごとにそのあの東北への その思いが行動となって現れているなっていうのはすごい分かっていて、だからそうですね、活動にあの実際行動に移すまでの期間ってやっぱり皆さん被災された方とか、あと家の事情もなどもすごいあると思うので、なかなか行動に移るまでの時間の差っていうのはやっぱ個人個人すごいあるなってはすごい感じるんですけど、時間が経つにつれて少しずつ活動ができるようになる人は増えているのかなっていうのはすごい感じています。なるほどね、確かにね、自分も被災してたりとか、あとは例えば東北大だと指示は地震があった後は全て帰省できる人は帰省しようと思うんだよね、うん、っていうことがあって多分初動が遅れてるのかなっていうのはすごく、で今だん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 動けるようになってきてる人もいるのかなっていう気はしますかね。例えば、どうですか、リフードは代表じゃないですけど、ロン君から、ロン君的にその周りの学生の動きについて自分が思うこともいいし、うんうんうん、例えばそれこそ、自分が動こうと思った動機でもいいですか。周りの学生見て、うん、俺まあ、学院の工学部で案の定なんだけど、うんうんうん、なんか動いてる人はまず見たことないですね、俺は。そうなんだ。だから学院の、結構学院の人今いるじゃないですか、うん、だけど工学部の人って俺一回も会ったことないんですよ。そういえばそう、うん、そう会ったことあります。俺も実はないですよ。、うんうん、だから俺の周りでは、まあ、学院の工学部では、うん、なんか動いてくれてる人がなかなかいなくて、もうちょっとなんか携わって、まあ、参加してくれるといいかなっては思います。そうか、うん、ちなみにそうなってる原因みたいなのって何だと思う？ね、学院にはなんかボランティアステーションってあるんですよね、うん、あるんだけど、うんうん、泉キャンパスと土田キャンパスにあるんだけど、あと多摩城にはそういうの全くないから、なんか情報もないし、あ、そうなんだ、うん、ただ学校来てあとはバイトして遊びに行ったりとか、そんなことは
うん、そういうのしかわかんない。選択肢にねえんだ。うん、だから、うん、みんながどういうボランティアしてるかっていうのを、うん、多分コンクールの人たちは全然分かってないと思う。なるほど、うん、そうですね、なかなかそのきっかけを見つける術も学院には、うんうん、なかなか見受けられないですね。うん、ちなみにキャンパスっていくつなの？3つです。で、泉と土と糸土にはちゃんともうボランティアステーションがあると。うん、ただ、うん、実際活動に移っているのが土問いの方がメインで、うん、泉は登録して今終わりっていう形らしいんですよ。でなんか近々その泉キャンパスのボランティアセンターもなんかちょっと、うん、なくなるかもしれないっていう話もちょっと先生から聞いていて、どうなんだろうな、なんでしょうね、なんかあなくなっちゃうんだこの段階で、うん、そうみたいですね。っていうのはなんでなくしちゃうのかな、その話聞いたことある。やっぱりその、うん、登録するだけで今終わっているのがその泉の方が現状なので、うん、だからその実際登録して活動するっていう風に流れが移れるのが今のところ土問いだけみたいで、だったら泉はなくてもいいんじゃないかっていう話が学校側でも出ているそうです。まあ、あのボランティア活動するのが絶対にいいってわけじゃなくて、うん、その自分自身が悔いのないように 100% ぐらいの力で動けてればいいと思うわけ、はい、勉強でもバイトでも。そうですね。でもふにゃふにゃっとしてなったら、うん、なんかしたらいいんじゃねえかってなると思うんですけど、そこの問題って難しいなと思っていて、そのいや別にボランティアステーションみたいなリアルなものがなかったとしても、うん、情報は溢れてたりとかするんだけど、ね、拾わないじゃない、うん、そういう、うん、あの意識の問題です。そういう人ってっていうか、うん、まあ、そういうことが日常の行動様式にないから、うんうん、何かしたくなった時に見るものじゃないでしょそんなもの、うん、ボランティアで検索せえへんやろこんなの、ね、それはちょっとな。でもそういったらキリがないので、どういうことなんだろうね。例えばこういう番組を見てる人っていうのはなんかいつもなんか限られちゃうかもしれないし、そう皆さん多分課題意識は非常に近いと思うんだけど、でもそれをこう打破する何かっていうのは何なんだろうねみたいなところを、難しいんですけど、難しいです。個人的には場所かなと思ってて、まあ、結局その例えばボランティアセンターっていうものがあることによって、つまり選択肢の中にボランティアっていうものが多少なりとも加わるわけじゃないですか。だからまずその選択肢を持たせ続けるってことは重要かなと僕自身は思うんですね。例えば自分でやってるそのリルーツっていう団体があるんですけども、まあ、それだったらまあやっぱりその常にそのボランティアをしたいっていう人たちが行こうと思ったら必ずボランティアできるっていう環境をとにかく作りたい。でもあとは選択するかどうかは自由、うん、とにかく選択肢がないっていう状態を避けたいって、うん、まあ、僕はあたりは思うんですけども、まあね、だからそのあたり難しい。どうしようかとか場所を作るか、うん、場所を作る、ボランティアハウスを作る、うん、待って、選択肢、場所を作ることが選択肢を与えること、そう、それはまあいろいろあるけど、うん、まあ、つまり場所が、例えば今ボランティアセンターってものがバンバン撤退してる、うん、仙台市内ではもうなくなった、でまあなくなったっていうか社会福祉協議会 の福祉プラザのところに引っ込んだ、うん、でそうなった場合、つまり現地に行けば、ここに行けばボランティアができるっていう場所がどんどん減ってるんだな、うん、だからその現地に行った時にボランティアができるっていう場所を設けておきたいっていうのがまあ俺の考えかな、そういうことか。なんかもう少し一般化した言葉で僕なんかぽやんと思ってるのが、はい、若い人が社会に関わるための入り口ってアルバイト以外に今までなかったよねと思うわけ、うん、もしくは就活みたいな、確かに、でややこうなんかある時期になるとインターンみたいなことがあったりとか、で今回ボランティアって新しい窓はできたんだけど、でもインターンとかボランティアとかみたいに選択的に入ろうとする人たちってあんまり総量変わってないかなと思うんだよ。だから僕インターンとかそのなんだろう、ビジネスプランコンテストなんか出るような人たちが今自分たち選択をしてボランティアにやってると思う。なるほど。だけどなんかアルバイトしか社会と関わり方を知らないとか、だからさ、ね、なんか僕は信じられないんだけど大学入ってサークル入らない人って結構増えてるらしいじゃないですか。なんかね、らしいですね。元は6割だったらしいですけど今4割ぐらいとか聞きますね。ね、6割なんてことじゃない、もっといたと思うの僕、なんかもっともっとあったと思う、うん、なんかでもどうやってその学業とか以外に社会とつながるかみたいな、他人とつながるかっていうのがどんどんちっちゃくなってるのが分かんなくて、
いや、ネットがありますとか言っても、いや、俺ネット手触れねえしなって。そうね、繋がってねえだろって思ったりね、しますけどね。どうですか、沢田さんとか、そのね、ボランティアってもんで貸してもいいし、まあ、アルバイトってもんで貸してもいいけど、うん、今までの話聞いてて思ったことあったら、うん、アルバイト先でよくお客さんとかがやっぱり震災の話とかしてると、うん、まあ、自分はこういう活動とかしてるから、うん、お姉ちゃん何年になんか震災どうだったみたいなこと聞かれることもあって、そんな聞かれるの、あの震災の時どうだった、あと何してたのとか、そういうので会話とかがこうあったりして、うん、でももしそれがなんかこうなんだろう、それをきっかけにじゃないけど、こうそういうもしその震災がなかったら、そういう会話ももしなかったと思うし、なんかある一つのそのなんだろう、学生とその社会がつながりを作るきっかけにはなったとは思う。僕とかはその農家の支援に行くんだけども、農家の60歳とか70歳のおばあちゃんとかどこへ行くわけで、普段だったら正直喋るあの何ネタっていうのもあれだけども、あの共通の話題ってさ正直なかったと思うね、あんまり。でも実際この震災ってものがあったことによって、その震災のところに時にどうだったとか、今のそのそれこそ政府の対応とかについてどう思うとかでもう会話になるわけな。だからある意味だからすごく人と人がつながる、うん、あのきっかけっていうか媒介にはなるんじゃないかなってことはすごく思う。ダウンとか実際その今ボランティアとかってされたりする？まだ私は9月に初めてこういう活動をしてるっていうことを知って、うん、復興 TV にも入れてもらって、うんうんうん、半年で初めて被災地にも入ったんですよ。あ、そうなんだ、はい、でだからなんか被災地に行ってみないと分かんないし、こういう活動もをしてるっていうことも知らなかったから、人との関わりが増えたというか、そういうのはありますね。でこれだって震災前からこれ知ってた別に今いないでしょ。確かに確かに、これ全部復興関係だよね。そうだね、カズマさん以外みんな知らないもともとは、ね、だからこういうつながり方してるんだよね、実際。うん、それが閉じないようにこれからどうするかだし、その泥かきとか、はい、その農地のゴミ拾いというか瓦礫拾いみたいに分かりやすいボランティアが今後減っていくわけで、基本的にはそうです、ね、今日来て今からできますみたいなことがなくなっていった時に、どうそのボランティアとして被災地に関わ、ボランティア、まあ、被災地にどう関わっていくかって非常に難しくなってくるところっていうのにこれから皆さんも直面していくと思うわけ。多くの人に関わってほしいと思ったとしても、だって泥かきなくなったでしょ、もうほとんど。まあ個人的な話をすると、あの実は流通でやってることとしては、この農家の特に畑をやってるんですね。畑と同時に側溝をやってるんですよ、であの速攻をやってるのはなぜかというと、その田んぼをもう一度やろうと思うと、つまり農業用排水 の元通りにすることが必要で、そうなるとつまり農業用排水のところの速攻の泥をかく必要があるんですね。やってねえんだ。やってないです。っていうかこれはもう重機が入れないんです。そりゃそうだね、うん、ってなるとここは実は延々とあったりするんですけども、まあ、ごく一部のニーズでしょうねとなると。ただ確かにこれここしかもうなくなると思います。それ以外で例えば家屋の泥を片付けて家をきれいにするみたいな本当に分かりやすいボランティアはおそらくなくなる。そうなんだよな。だんだんそういうのがどんどん減ってっちゃうから、はい、そのじゃあ今の人数が今後必要になるかって必要なくなってくるかもしれないっていうか、そうするとみんなやってほしいと思って、みんな一緒にやろうよって言っても何させんだろうねっていうのは次出てくる課題、大きい課題は出てくるかなと思うね。やりたいって思ってももうやることがなくなってくるっていうことが、まあ、可能性としてあり得る、うん、例えば宮守隊さんとかでさ、今どうですか、やることは減っている、増えている？そうですね、今の現状は、とりあえずその泥かきなどの、その、まあ、
先ほど言ったその泥の作業はとりあえず一段落ついたんですけど、うん、とりあえず次にあるのがまずイチゴと植える準備といいますか、うん、まあ、それのために次にあるのがイチゴがイチゴの苗が乗っかっていたそのトレイをみんなで洗うっていう作業なんですよ。まあそれまで今までやってきたのが、うん、ヘドロの撤去とビニールハウスの片付けっていうところで一段落とりあえずついたので、うんうん、次にあるのがイチゴを植える際の準備っていうところでとりあえず移行したっていう感じですね、うん、まあ私たちがその活動している農家さんに限ってですけど他の農家さんの現状はちょ正直わからないんですけど、うん、実際ね農家は実はまだまだやることがあるっていうところはあるかもしれない。あとは、うん、だん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 ただやっぱり元の農家の作業にシフトしつつあるような、そうです、その震災関係のボランティアっていうよりかは農家のお手伝いっていう方向に少しずつ向かってる、そうですよね、っていうのはあるよね、うん、だからその農家さんの作業がメインになってくるのでこっちの仕事の割合といいますか、うんうん、なんだろう、農家さんの作業を少し手伝えるか手伝えないかっていうところで仕事の割合も減ってくるんじゃないでしょうかなって思います、ね、その学生の、そうね、だから本当にじゃあお前は農家になるのかって話になってくるんだな、まあ、なったらいいとは思うんですよ。そうだからどうもなったらいいと思うんですけど、なったらいいと思うんですけど、なんか学生がこれでこれを機に農家目指す人が増えたりしたら農業インターンみたいな面白いじゃんと思うんですけど、だからそういう動きにしていくっていうのもありかな、まあ、一つ活動する中で農業にね興味を持つ人も多分いると思います。そうね、だから現場支援としてはそういう感じだわな。だん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 元あった形を支援する形になってくる、うん、そうですね。で、あとは広報支援、やっぱり風間さんがやってたこともそうだし今我々がやってるようなこともそうで、あとは特に復興 TV だな、うん、復興 TV とかがやってることとして、うん、今どうですか、やることは今どんなことやってる？今やってるのは、うん、まあ、宮城県内の復興支援団体を取材していくのが復興 TV なんですが、うん、まあ動画で撮ってブログに一元化してアップして、うん、まあ団体っていうのがどういうものがあるかとかっていうのを見えるようにする、うん、っていうので、まあ、目的としてはの次審査やった時にどういう動画、うんうん、価値がある動画を残していきたいっていうのがあるんですけど、うんうんうん、具体的に今活動内容としては、まあ、僕ら動画のクオリティが少し低いなっていうことだったんで、うん、少しまあ見直して取材をし直してっていうところなんですけど、うん、先日は見守り隊さんを取材させていただいて、うん、で今動画編集しているところで、うん、まあ、次また新たな団体にアプローチかけていこうかなっていうところですね。じゃあまたもっとその質の高い動画を提供するようにっていう、うん、でもその活動っていうのはつまりじゃあその動画を見て誰かを、うん、その被災地に来てほしいっていうよりかは、うん、つまり資料保存なのか、うん、まあ第一の目的として残す動画を、うん、残す動画っていうのがあるんですけど、うん、まあそれをやっていけばこうおのずとその人を巻き込めるものにもなるのかなっていうふうに、付属的ではないですけど、うん、はい、そういった感じになればとは考えてますね。同時復興 TV の言葉さんとしてなんか今思ってることが変わったらね、やっぱりいろんな人に見てもらいたいっていうのはありますよね、うん、私も佐賀さんに聞いたから、うん、こういう活動をしてるとか復興 TV のことも知ったわけなので、うん、東北生活文化大学って全然そういう情報が入ってこないんですよ。あ、だからあボランティアセンターとかも特になくて、うん、分からなくて、だから大学でもいろんな人に見てもらえたらいいなっていうのはありますよね、うん、まず選択肢としてね、うん、どんなボランティアがあるかっていうのが分からないとね、うん、何かしたくてもできないからね、うん、ただ恐ろしいのはつまりその何かしたいって思った時にすでに仕事がなくなってるっていうフェーズがもう着々ときつつあるっていう、あ、まあ、じゃあ大きい意味ではね、はい、でもそのもうちょっとちっちゃく言うと、はい、いや先ほどね根本さんはそういうボランティアステーションみたいなものがあれば、はい、選択肢になるんじゃないか、多分それは僕はそれはそれであれだと思うんですけど、はい、でも今ここにいる皆さんって結構、まあ、一番初めに手を挙げてやった人以外は
その人の友達とかその友達の友達だったりするわけ。なるほど。そうするとボランティアステーションじゃないわけよ、きっかけは。そうだし、複数あるその情報から私はこれって決めたわけでもないわけ。確かに確かに。ぶっちゃけ、彼女が彼女に会ったから復興 TV してるだけであって、根本君に会ったらリルーチやってるかもしれないわけよ、まあ、それでいいわけ。実情そうだから。そうですね。なんか僕ね、こうなんか突き詰めていくと、学校で大学でね、はい、隣に座った見ず知らずの人間に、はい、俺リルーチってやってるんだよ、知ってるって言えないから、うん、ああなってんだと思うわけ、うん、ご飯食ってる時に仲のいい友達だけど多分ボランティアしてないやつに、俺今度こういうことになるとお前一緒行かないって言えてないので、うん、広がってないんじゃないかなと。それはありますよね。最終的に一番強いのって口コミだったりするんですよね。お前がやるなら俺行くよとか、あ、分かった、来週暇だから一緒行くわって、うん、でそれでいいわけ、うん、大抵。そうです。口コミだとものすごく強化しますからね。そう、案外そこのつながりで行くっていうのはやっぱり一番効果的なんですね。うん、ね、ほんとね、案外そのこれが東北の気質なのか何のか分かんないけど、やっぱり例えば東北大学3年の、まあ、根本で、まあ、候補をしたりするじゃん、うん、でもそれでもやっぱり、まあ、東北大の人間からしてもよく分からない人が行ってるから行かないっていうわけ。つまり同じ大学で同じ学部で同じ学年ぐらいまででもよく分からない人だったりするので、あ、うん、だからこれも本当に知り合いに声かけていくしかないなっていう。知り合いじゃないと知り合いの差がこんなにでけえのかと、そうだよ、ね、思ったりは。東北だからな、わかんねえけどね。どういう、例えばさ、ボランティアのメンバーが増える時あるじゃん。そういう時ってどういう理由が多い？例えば今みたいな、何見てきましたとかさ、どういうきっかけで来る人多い？ SNS ですね。そっか、うん、やっぱその夏休みにすごいいろんな方の人助けがすごい必要だなって思ったので、うん、ミクシーと、うん、あと、まあ、YouTube の配信とか、うん、そういうところですごい人集めたんですけど、うん、それを見て来た方が今回すっごく多くて、毎週毎週その見守り隊のメールボックスに、何々大学の誰々です、友達と一緒に何々日に参加したいのでお願いしますっていう、問い合わせがすっごい来て、むしろその対応に毎回そのメンバーで追われてる日があって。すげえ、うん、それ仙台市内の大学、仙台市内以外の県外の、県外、例えば千葉から来た大学生とか、あと遠いところだと大阪から来た学生さんもいらっしゃって、それを見たのはやっぱりミクシーとかツイッターでしたね。そうなん、それはうちもあるわ、なんていうかね、ブログを見てきましたとか、あとは YouTube、それこそ復興 TV の動画見てきましたもいたし、だからね、でもそれって遠くの人なんだな、遠くだよね、向こうからだね、これはよくわからないんだけども、僕も今答えは出てないんだけども、あのやっぱりその神戸であるとか大阪であるとか兵庫、長野、鹿児島、種子島、いろいろ行ったんだけど、だから遠くからその SNS を見て来たっていう人はいっぱいいる、仙台市内の方ってどういう経由でイルーツに参加してましたか？仙台市内はね、チラシが多い気がする。チラシと、あとは友達が連れてくる、あとは元々の僕のつながり、その僕が NPO やってた頃のインターン生とかだから、なんていうかね、なかなか二重に思うことがあって、その東北の人に関しては SNS ってものがものすごく強い、ただあの個人的にはすごく近い、例えば仙台にいる人たちには、Twitter だとかそういったものの効力があまりないっていうのを個人的には感じていて、あれは何なのかな、何なんでしょう、分かんないです。一応そういうのは学術的には一旦証明というかなんかされていて、はい、あのそういうメディア系の情報とかは遠くの人が聞くわけよ、なんかすごく簡単に言っちゃうと、遠くの人は藁にもすがる思いで、なんか情報があればこれだとも掴めるんだけど、近ければ近いほど情報あふれてるので、そんなもんペロッとあったって
どれにしていいか分かんないわけ、やっぱり。なるほどね。誘われないと、やっぱり反乱しちゃってるんだ。あんた来いみたいな、うんうん、あんた来いだとイエスかノーなんだけど、うん、誰か来てってなるとイエスかノーか無視ができるので、うん、未定か、本当にね、未定になっちゃう、未定。大学の掲示板とかも結構効果ある、ありますよね。うん、ある気がする。この掲示板見てきましたは結構いる。すげえ、うん、そうなるとやっぱりその今回 SNS がすごく効力を発揮したっていうのはよく言われるんですけども、僕もそう思ってたんですけども、実はその紙媒介って強かったなって思うのね、うん、例えばそれこそ避難所があるじゃん、その避難所で安否確認どうやってしましたかって言ったら紙なんだよね、うん、でつまり紙に書いてあったし、そこに別に SNS はなかったわけよ。でやっぱり今回近くで来てくれてる人たちは実はチラシだったりとかするってこと、手渡しで渡したりなっていうのがあって、この紙媒介っても強かった、あと SNS かなって個人的には思ってる。同時にあんまりそのテレビとかはあんま強くなかったっていうのはちょっと、うん、見てらんないもん。そうね見てねえしな、そもそもな、ねえ、そもそも見てねえし、実際震災の時見ててなんか見てる、必要な情報っていうのは SNS とかそういったところですもんね、なんかね。それもでもそういう情報が欲しいと思っていただいて、やっぱ手に入りにくい世の中になっていて、ね、僕避難所で暮らしたことないか分かんないけど、とはいえだっての避難所の掲示板見たらさ、いっぱいあるじゃん、分からんけど、でも暇だから見るしかないもんね、掲示板ね、やっぱね。なんかこう改めてそのテクノロジーができたことってできないことっていうのが分かって、何でもテクノロジーに頼ったりとかしちゃうと、先にこういうことができそうだからこれでやっちゃおうと思うと、なんか現場が置いてかれるっていうか、でも現場をやり続けてると結局ね、ボランティアが来続けるわけじゃないですか。現場がちゃんとやり続けてる、リルーツもだし見守りたいもだし、なんかそういう現場をちゃんと持ってることが重要で、誰かのために何やってるって分かってれば人は来るよね。現場とのそのテクノロジーがうまい使い方しなきゃいけない。根本さん的には紙媒介が強かった。紙の力はやっぱりあったと思う。実際にその大学で手渡ししたんですか？うん、手渡しもしたし、あとはまあ貼ったんだけどね、まあ、僕っていうより もうみんな1年生とかにみんな貼ってもらってありがとうって感じなんだけど、僕はツイッターで遊んでて候補と称してる人だからそれは非常に反省しなきゃいけないと思ったんだけど、まあそうね、そこは思った。紙は強い、だから新聞はなくならないと思ったし、でもなんかテレビはなくなるかもしれないなとも思った。紙だと文字として手元に残りますもんね。そう、それって案外大事だよ。大事です。新刊とか行くときやつは新刊見るじゃん、もらったやつ全部これで花火あるかな、あれ結構あれ大事じゃん。それ例えばツイッターとかでさ、バーって流れてたらさ、あれどこ進化あったっけってなったりするかもしれないじゃん。なるほどな、うん、なるほどね、とか思ったりするので、まあ多分震災関係のことって縛る必要はなくて、まあ、本当にいろんな募集とか見てていいと思う。そう、変にその難しいんだけどね、震災ってものを縛られすぎて硬くなりすぎてるところもあるのかなって。最近は震災関係のことやるからにはもう真面目じゃないと、ところあったりして、だからそれで物おじしてるまだ何もやってない人っていうのがいるのかもな。それはね、その気持ちがみんな、いやボランティアしなくちゃいけないっていう文化があって、できなかったから居づらいじゃんみたいな、今更いけないよねって思っちゃう。でも楽しみとか面白そうだったら、別にそれはね、挑戦とかじゃなくて、だから楽しみに行くだけだから、やっと暇になったら行きますって言えると思うんだよね。なんかそういうの文化をそのすでにやっている皆さんが出せれば来やすいなぁとは思うんだよな。なんか今まで俺らやってんだからさ、なんでお前らもなかったわけみたいなやつっていうのは余計なんか面倒くせえみたいなと思うんで。ありますよね。でもね、でもなんか動いたことによるそのね、自負っていうか、そういうものって恐ろしくて、恐ろしい、うん、いや俺は動いた、なぜ君たちは動かなかったそういう雰囲気が皆さんに伝わってるかもしれないそういう雰囲気を持ってちゃうと
いやもうみんなだってボランティアプロの人たちでしょ、うん、みたいな、ボランティアプロの人たちのとこ行けないよみたいな、うん、空気も実際にそういうこと言ってたやつも俺は知ってるし、 あ、 ある気がするんだな、前々から活動してた私たちの雰囲気作りっていうのも今後ね、うん、新しい人を受け入れるには大事なんでしょうね、かもしれないなっていうのはすごく思いますね、うん、気軽に来れるような場所にしたいよね、そうね、楽しんでやれるっていう、うん、真面目とかじゃなくていいと思うんです、うんうんうん、だからハウスとかいいよ、ボランティアハウスとかさ、あれね、あれはいいね、無料で泊まれるってさ、うん、ああいう場所がもっとポンポンあると気軽さが出るし、うん、ボランティアの交流場所だもんね、うん、いろんな人がね、うん、でいろんな話できるしな、塩釜ハウスだとか、一回ね、ボランティアっていうか、まあ、何らか被災地に関わったっていうことで心理的な障壁がなくなっちゃった時に、一回例えば復興 TV 関わりましたと、2、3回一緒に仕事しましたと、はい、で復興 TV もやりながら見たなんとか団体が面白そうなんで、すみません、復興 TV やめてそっち行っていいですかみたいなことが許せるようになってくると、もっとわーっと広がっていくと思うわけ。確かに。で、今一回入っちゃってダメだと思っちゃったら、そのボランティア業界から足を上げてなってくる雰囲気がありますから、本当にね、そうなっちゃうともったいねえなと思うわけ。実はボランティア業界みたいなのあるんですよね、なんかね。なんかあるじゃないですか、そのやめようみたいな、そうじゃないでしょうっていう。そうね。いやそうですね、何の人格があるんですか。いや、僕あの正直、笑顔もそうですし、笑顔さん一日もそうですし、復興 TV もそうなんですけど、情報発信としてこういろんな人を巻き込めたらっていうことで支援の形が大事だなと思ってやってるんですけど、正直現地に行きたいんですよ、正直僕は、うん、なるほどね、はい、でもそっちの方がやっぱりいいかなと思ってやってるんですけど、ね、いやそれはだから、はい、お互いに交換したりとか、うん、そういうこと僕 そういう時期に来てんのかなと思うわけ、みんな半年なら3ヶ月やったから、うん、ぶっちゃけさみたいな、俺現場行きたいんでお前ちょっと後方支援やんないみたいな、うん、うん、だからそれが許されない空気が あるのかもしれない、ね、私もそう思ってやってて、うん、本当にやっぱ現場行きたくなったやってて、うんだよね、どうしても活動してる人ばっかり撮って、うん、あの自分たちの、うん仕事もしなきゃいけないけど、うん、この前その宮森隊さんのところに行った時に、うん、取材するんだけど他の人は活動してる、うん、でもこっちがメインだけど自分たちもそっちやりたい、うん、なんかこのすごい難しいよ、どっち、うん、何がどっちが復興なのみたいな、ただまあそれはやっぱりでも風間さんが言ってたことでもあって、うん、そのやっぱり結局後方支援が誰もいなくなったら、うん、つまりそこで活動してるやつらは潰れるんだわ、うん、そうですねうん、そこも難しい問題だし、でも今のはすごくいいなと思ったのは、うん、私も現場にすごく出たいんだけど私はここでカメラを手放したら、うん、この情報が外に行かないので皆さん来てくれませんかっていうメッセージだったら届くわけ、うん、それはあなた方が取材をするって意味は分かる、私はこう思うからみんなどうですかって言えるんだけど、あの見守り隊さんこう言ってまーすなっちゃうと、うん、ほわーってしか伝わらないあそうか、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 そういう伝え方があるか、うん、私も行きたいと、私も行きたいからみんな来てみたいと思ってなんかそういう伝わり方の方がいいのかもしれない、なんかメッセージにね主語がないとかが多いわけ、特に震災の時も、うん、誰が走ってるか分かんない助けてくださいとか、誰が走ってるか分かんないありがとうとかっていうのは初めはなんとなく気持ちよかったんだけど、みんな一体感があったけど、うん、半年も経つと一体感もクソもないので、もうなんかよく分からないもん、誰に言ってんのこれみたいな、それ伝わんなくなっちゃうんだよな、そうですね、なんかね、だから顔が見えない、それがやっぱり恐ろしくて、だから被災地っていうものがなんかもう遠くになって、なんか一人が見えない、結局僕なんかはそのずっとまあボランティア続けてる理由っていうのはやっぱりそのやっぱ現地の人の顔なんですよ、顔が浮かぶから行くんですよね、だからやっぱそういうところをもっと注視してすごいということで、実は1分前だそうです、何回までしたか、何回もね、15分前とかいっぱい出たんですけど、そのために僕無視してて本当に申し訳ないなと思ってます、本当ですよね
ということでね、おなんか来た、まあ、だいぶちょっとまとまっ、いつもね、そう、ちょっとまとまりに欠けるんですけども、まあ、そろそろじゃあエンディングということで、最後女の子が締めるよって花がします。最後はちょっといつも通り女性陣に締めていただきたいと思います。すごいなんか古い深夜番組見てるから今週もご視聴ありがとうございました。笑いすぎですよ。笑いすぎですよ。じゃあ来週を見てください。さよなら。うそ。こんななの。毎週これですよ。一応これで一応終了です。すごい。何のまとめすらしないまま終わり。確かに。